こんにちは。京都大学アフリカ地域研究資料センターの本郷です。今日のお話では、野生動物の数に着目します。動物の個体数を数えることの意義と、その方法、特に現在開発途上である自動撮影カメラを用いた方法を非常に詳しくご紹介した上で、その数を用いた野生動物マネジメントについて、皆さんと議論できればと思います。以下の5つのセクションに分けてお話を構成しています。まずはじめに、そもそも私たちはなぜ野生動物を数えなくてはならないのかということについて考えてみましょう。アフリカの野生動物の話を聞きたくて参加してくださった方には申し訳ありませんが、まずは私たちホモ・サピエンスの数についていくつか例を紹介しながら、そもそも何のために数を調べるのかということを考えてみたいと思います。私は数を数えるという営みには大きく3つの意味があると考えます。左の図を見てください。これは日本における新型コロナウイルスの新規陽性者数のグラフです。皆さんも一度は目にしたことがあるかと思います。この新規陽性者数などの数をもとに、政府の専門家会議は現状を把握し、10月には新規陽性者数の微増傾向が続いているという判断が示されました。このように私たちは何かの数を調べることでその合計を知り、その作業を継続的に行うことで増減の傾向を見定めることができます。数を数える目的の一つ目は、現状を把握するということです。また、数を調べることで、現状把握だけでなく、将来の予測をすることもできます。この図は、国連が予測した日本人の数の推移に関するグラフです。現在と過去の人口に加え、出生数や死亡数など様々な数を組み合わせることによって、2100年には日本人口がおよそ5700万から9200万人になると予測しています。あくまで未来のことですから、予測には赤色点線のような幅ができますが、どれほど楽観的に見積もっても、80年後の日本人口は現在の7割ほどになることは避けられなさそうだということがわかります。今度は、日本人の数を年齢と性別ごとに区分して数えた人口ピラミッドと呼ばれるグラフです。2015年までは国勢調査のデータ、2020年以降はそれらデータをもとにした予測です。時が経つにつれ、いわゆる高齢者世代が増え、ピラミッドが細い筒状になっていく様子がよくわかると思います。このように、私たちは様々な数を組み合わせることによって将来の予測をすることができます。これが2つ目の目的です。3つ目の目的は、対策を立てる根拠にすることです。例えば、この図は先の人口ピラミッドの京都市左京区版ですが、左は住民票を置いている人の集計、右は国勢調査の集計結果です。左右を比較すると、男女とも20歳から25歳くらいの人の中で、左京区に住んでいながら住民票を置いていない人が多くいるということが読み取れます。京都には大学が多くあることなどを考慮すると、このような人たちの多くは地元から住民票を移していない大学生なのかもしれません。この結果は、より若者に重点を置いた京都の街づくりという政策の必要性を示す根拠とすることができるでしょう。また、これら若者の中には、住民税の課税対象の人々もいるでしょうから、彼らに住民票を移してもらって、税収を増やそうというような対策が取られるかもしれません。このように数を数えることで、私たちは問題解決のための対策に根拠を与えることができます。以上をまとめると、私たち、あるいは政府や公的機関は、現状を把握し、将来を予測し、そして対策の根拠とするために、人間の数を数えるのだということが言えるでしょう。このような数を数えることの目的は、人間を野生動物に変えても同じでしょう。では、私たちはなぜ
野生動物の数について現状を把握し、将来を予測し、対策を立てる根拠としなくてはならないのでしょう。その目的として、おそらくすぐに思いつくものの一つが、生物多様性保全というキーワードでしょう。数の少なくなった絶滅危惧種の保全に対して、政府から予算を得たり、寄付を募るには、今何頭いて、このまま放っておけばいつ頃絶滅すると予測され、ある対策を打てばその予測値がどのくらい改善するのかが根拠を持って説明されなくてはいけません。反対に、例えば増えすぎてしまった日本の鹿や外来種のヌートリアのように数を減らすことを目的とする場合も、数を数える作業が同様に意味を持ちます。これらの事業は個体群管理や外来種駆除と呼ばれます。また、人々の野生動物に対する需要と個体群維持のバランスを取りながら、一定数を継続的に利用し続けられるように配慮して付き合っていく営みを、資源マネジメント、あるいは野生動物マネジメントと言います。このマネジメントにおいてもやはり、数を数えることは活動の基礎であり、指針を与えるものです。ここで最初の生物多様性保全に関するデータベースとして、国際自然保護連合のレッドリストを紹介しましょう。このウェブサイトは、地球上の様々な野生生物の生態情報に加え、生息数やその増減傾向、絶滅危険性の高さなどの保全状況を閲覧することができる世界最大のデータベースです。試しに、私たち人に最も近い種の一つであるチンパンジーのページを見てみましょう。チンパンジーの生息数は減少傾向にあり、危険度はエンデンジャード、絶滅危惧にカテゴライズされています。しかし、それらの根拠となっているはずの現状の生息個体数、ポピュレーションのセクションに目を通すと、不思議なことがわかります。生息個体数の値には、約17万頭から約30万頭と、2倍近い大きな幅があるのです。もしこれが、ある国や大陸の人間の数であれば、このような大きな幅を持つ記述はありえません。ただし、チンパンジーはアフリカ大陸の西から東まで、かなり広い地域に住んでいますから、そのことが生息個体数の把握に何かしら関係しているのかもしれません。では、奄美諸島とその隣の徳之島にしか生息していない奄美のクロウサギではどうでしょう。個体数の増減傾向と絶滅危険性はチンパンジーと同じカテゴリーです。しかし、やはりここでも、現在の生息個体数の記述には2倍以上の非常に大きな幅があります。仮にこれが新型コロナの現在陽性者数の発表だったと考えてください。皆さんは政府の無能さに憤りを覚えるのではないでしょうか。一体なぜ、保全の基礎となるはずの現状個体数の把握に、人間の数の場合ではありえないような大きな幅が見られるのでしょうか。その謎に答える前に、抽象的な議論から一旦離れて、私たちのプロジェクトサイトであるカメルーン東南部の熱帯雨林に暮らす人々の狩猟と獲物となる動物について簡単に紹介しておきましょう。まず、私たちのプロジェクトの活動地域についてご紹介します。前回の安岡さんのお話の中でも説明がありましたが、コメカプロジェクトのメインサイトは、カメルーン共和国の東部州、グリベ村にあります。右の地図の濃い緑が、コンゴ盆地熱帯雨林を示しますが、グリベ村はその北東部に位置します。ちなみに、Google マップで、グリベ・イラッド・アンテナと検索すると、グリベ村の航空写真を眺めることができますので、試してみてください。グリベ村は最も近い町であるヨカドゥマ市から未舗装の道路を約80キロ進んだところにある人口900人程度の比較的大きな村です。
住民の約半分がバントゥー系農耕民、コナベンベ。残り半分のほとんどが狩猟採集民と呼ばれるバカな人々です。プロジェクトのもう一つのサイトは、グリブ村からさらに悪路を50キロほど進んだズーラボット・アンシアン村です。人口約160人の小さな村で、そのほとんどはバカです。両村の人々は、慣習的に村の南側の森林地帯で生業を営んでいましたが、2005年にブンバベック及び雨季国立公園が制定され、それ以降、住民が許可なく狩猟採集や宿泊を行うことは違法になりました。ヨカドゥマ市からグリベ村までの道は、すべてが写真のような赤土の道路で、9月から11月の大雨期には、ドロドロの沼のような道、あるいは道のような沼と化します。村の少し手前では、大きなブンバ川が道を横切って流れており、橋はかかっていません。車は写真のようなバックというイカダに乗って川を渡ります。ヨカドゥマ市から運が良ければ4時間ほどでグリベ村に到着です。村を貫通する道路の両脇に板張りの家々が見え、そのすぐ奥には高さ20メートルを超える樹木が立ち並んでいます。写真はグリベ村の本村で、ここに住んでいる人の多くは、コナベンベか、地元出身でない商人などです。村長の家もここにあります。グリベは大きな村なので、本村以外にも5つほどのカルティエと呼ばれる村区があります。このグリベ村本村の端に、私たちの研究拠点である、グリベイラッドアンテナがあります。イラッドアンテナの食堂兼会議室の様子です。このステーションは日本人の建築家によって設計され、住民との共同作業によって建設されました。日干しレンガの壁に支えられた屋根は高く、村の刺すような日差しを遮ってくれます。私は2019年の8月から2020年の4月に新型コロナウイルス感染拡大によって帰国するまで、約9ヶ月間研究調査を行いながらグリベ村に滞在し、ステーションのこの寝室で寝起きしていました。なお、2020年初めの新型コロナウイルスが到達した頃のカメルーンの国と村の様子については、フィールドネットの特設サイト COVID-19 とフィールドワーカーにエッセイを寄稿しています。さて、グリベ村から頑張ってもう少し進んでみましょう。ズーラボットアンシアン村のバカの集落に到着しました。写真左手にはモングルという鎌倉状の住居が見えます。狩猟採集民と呼ばれる彼らも、現在はその多くが村か近くの農耕キャンプに居を構え、農耕をしたり、森に入って狩猟や採集、漁労をしたりして暮らしています。右手に見えるのは、2001年からこの村で調査をしている安岡さんの私邸です。現在は、この家はズーラボット村地域の暫定的な研究基地として機能しています。中はというと、このように、機材でぎゅうぎゅうになっています。米化プロジェクトでは、このズーラボット村にも研究ステーションを建築する計画になっており、保管されているのはすべてそのための建築資材です。村を離れ、細い道伝いに南に10キロほど森を入っていくと、バカの狩猟採集キャンプがあります。バカの狩猟についてごく簡単にご説明します。彼らの狩猟スタイルは、かつてはこのベンガを用いた槍猟が一般的でした。しかし現在では、このような金属製ワイヤーを用いた罠猟の方がより広く行われています。これが森に仕掛けられた罠です。
細い木の先にワイヤーを縛り付け、引っ張って、反対の端を輪っかにして、小さな木の板で地面に固定しています。動物が板を踏み抜くと、ワイヤーの輪っかが絞れ、足が取られます。いわゆるくくり罠という種類の罠です。この罠で捕らえられる主要なブッシュミート哺乳類は、次から紹介する4種です。最初は、ブルーダイカーです。青みがかった灰色の毛並みが特徴の小型のウシ科の仲間です。次はピータースダイカー。ブルーダイカーよりかなり大きいダイカーの仲間です。ブルーダイカーとこのピータースダイカーは昼間に活動します。3種目はベイダイカーです。ピータースダイカーと同じく赤い毛をしていますが、こちらは夜行性です。ピータースダイカーやベイダイカーなど、赤茶色の毛並みを持った中型ダイカー類を総称して、レッドダイカーと呼びます。最後は、フサオヤマアラシです。4種の中では唯一の齧歯類で、ダイカー類よりも小さく、夜に活動します。罠にブルーダイカーがかかっています。取れた獲物は、調理されておかずになったり、燻蒸して村に戻った時に売ったりします。さて、今回のお話の舞台と役者たちをご紹介しました。それでは話を元に戻し、なぜ野生動物の生息個体数の現状把握は、重要であるにもかかわらず、非常に大きな幅を持って記述されているのか、というセクション1の最後に立ち現れた疑問を解決していきましょう。その答えは、数を知るための方法を考えることで少しずつ見えてきます。数を知るための方法は、全数調査と推定の大きく2つに分けることができます。全数調査というのは、文字通り対象となる生物の数をとにかく頑張ってすべて数え上げることです。国勢調査、選挙、感染者数などといった私たちがよく耳にする人間についての数は、大抵この方法で調べられています。それは、正確な全体数を知ることを最上の目的としているからです。一方で、推定というのは、一種諦めからスタートします。全数調査が何らかの理由で無理だと判断されたとき、代わりに全体からある少数の部分、これをサンプルと呼びますが、このサンプルを取り出した上で、それをもとに統計学の知識を駆使して全体数を推し量るという、ちょっと小難しいことをします。この二つの方法は対照的な性格を持ちます。全数調査を頑張って首尾よく終えることができれば、非常に正確で誤差がほとんどない数字を把握することができます。しかし、国勢調査に毎回600億円を超える税金とたくさんの調査員が投入されていることを見ればわかるように、全数調査は多くの場合、実施が非常に困難です。一方で、推定はあくまで推測なので、結果として出てきた数が不正確で誤差の大きいものになりがちです。しかし、全数調査が難しい場合にも、実施が比較的容易なことも多いです。野生動物を対象にした全数調査には、例えば屋久島西部林道地域のニホンザル個体群のセンサスがあります。この地域では、毎年夏にたくさんの研究者が分担して、10以上ある各群れの個体数を全数調査しています。これによって、この地域の猿の個体数の正確な把握と、出産や消失などによる増減傾向を明らかにすることができます。これはもちろん、
数多くの研究者の協力がなせる技ですが、それ以外にも、ニホンザルが群れで暮らし、猿の顔立ちの違いをもとに研究者が個体識別して名前をつけることができるというニホンザルの特徴があって初めて全数調査が可能になっていると言えるでしょう。私自身もマンドリルの群れに関する全数調査を行ったことがあります。実はマンドリルは猿の仲間のうちで最も大きな群れを作る種なのですが、私は大学院生の頃、ガボンの熱帯雨林でマンドリルを探し回り、追いかけ、チャンスを見つけては群れの全体数を計測するという調査を行っていました。マンドリルは非常に凝集した群れを作るので、開けた場所を横切るときにうまく先回りし、群れの頭からお尻までビデオに収めることができれば、群れの全数調査が可能です。しかし、そのような幸運はなかなか訪れず、結局、合計1000日以上の滞在期間で、ようやく3回の全数調査に成功し、論文にまとめることができました。大学院生という膨大な時間がある頃だからできた研究だったと思います。こうして見ていくと、野生動物の全数調査が可能なのは、いくつかの条件が重なった時だと言えるでしょう。例えば、絶滅の危機に瀕していて、全体数が数十頭などととても少ない場合には、全数調査が可能かもしれません。また、群れで暮らす、個体識別ができるなど、動物側の特徴が全数調査に向いている必要があります。そして、やはり全数調査には膨大な時間と労力がかかります。一つ前のセクションでご紹介した大カールイやヤマアラシといった狩猟対象動物は、いずれも大きな群れは作りません。また、個体識別するのも非常に困難です。さらに、私たちが知りたいのは、いくつかの村の住民が利用するとても広い範囲に生息する動物の個体数ですから、全数調査は現実的に不可能です。したがって、狩猟対象動物の数を知るには、全数調査を諦めて推定を行う必要があります。ただし、諦めから出発しているからといって、いい加減な推定では意味がありません。統計学では、推定にその良し悪しを決める2つの基準を設けています。1つ目は、正しいという感じの正確さです。これは、個体数が過大、あるいは過小に推定されておらず、本当の値に近いものであることを意味します。2つ目は、精度の精の字を用いた正確さです。これは、推定の誤差が小さいということを意味します。正確度、accuracy と精度、precision の2つの基準について、弓道の例えを用いてもう少し説明しておきます。左の射手が放った矢は、的のいろいろなところを射抜いていますが、それぞれを平均した点は、だいたい的の中心になりそうです。彼は、型と狙いは非常にアキュレートなのですが、動きにブレが大きくて、毎回大きな誤差が生じてしまうために、プリサイスな結果になっていません。一方で、右の射手が放った矢は、すべてほぼ同じ場所を射抜いていますが、それは的の中心ではなく、右肩に偏っています。彼女は、動きのブレは非常に少なく制御できたプリサイスな射手であるものの、そもそもの型と狙いに問題があって、アキュレートな結果を生み出せていません。個体数推定の文脈で言えば、アキュラシーを高めるためには、調査と方法にバイアスを生じさせるような問題がないことが必要です。一方で、プリシジョンの確保には、基本的にはたくさんのデータを取ることで対処できます。では、熱帯雨林の狩猟対象動物のような難しい相手に対して、個体数の推定をするための科学の伝統的な手法について、まずは説明します。ただし、ここからは生息個体数ではなく、
生息密度という言葉を主に用いて話を進めたいと思います。生息密度とは、生息個体数を生息場所の面積で割ったものです。人間でいう場合の人口密度と同じです。なぜ私たち生態学者が分かりやすい個体数よりも生息密度という数字を使うかというと、それは地域間の比較を可能にするためです。例えば、国の人口で考えてみましょう。日本とメキシコに住んでいる人間の個体数は大体同じくらいです。しかし、国土面積はメキシコの方が日本より5倍以上広いので、人口密度を比較すると、日本よりメキシコの方がはるかに人が密に住んでいることがわかります。生態学者は、まず比較可能な生息密度を推定し、その上でその地域の個体数を見たい場合には、密度に対象地域の面積を掛け算します。さて、伝統的な生息密度推定法は、距離標本法、英語ではディスタンスサンプリングメソッドと呼ばれるものです。この方法を順に説明していきます。まず、森の中にまっすぐな調査路を引きます。次にその調査路を歩きながら、見つけた動物をカウントしていきます。3つ目に、動物を見つけたときには必ず、その動物と調査路との垂直距離を計測しておきます。このように動物のカウント数と、見つけたときの調査路からの距離を計測して、データをたくさん集めます。ここから、有効調査面積を推定します。ちょっと難しいかもしれませんが、その方法を簡単に説明してみましょう。まず、調査路の真上やすぐ近くにいた個体は、ほとんど 100% 見つけることができると仮定します。一方で、動物が調査路から離れていればいるほど、発見できる確率は低くなるはずです。したがって、横軸に調査路からの距離、縦軸に各距離で見つけた動物の数の合計を取ったヒストグラムを書いてやると、データの分布は左下の図のように右下がりの滑り台のような曲線とみなすことができます。動物の行動が調査路によって影響を受けていないと仮定すれば、この曲線は単純に調査路からの距離に応じた発見率の低下を表していると考えられます。なので、右下の図のように、この曲線の真ん中あたりを縦線でスパッと切ってやって、縦線より先の山の裾野の部分、図の右下の灰色の部分を、図の左上の灰色、山の肩の上の部分にピタッと収めてみます。すると、右肩下がりの三角形が、図の左半分を占める長方形の形に変わり、調査路から縦線の距離までの間にいた 100% の個体を見つけてカウントしたのと同じことになります。この縦線が横軸と交わる点の距離を有効調査距離として推定し、それに調査路の長さをかけることで有効調査面積を推定します。どうでしょう。ちょっと難しかったかもしれませんが、ともあれ、この技によって動物のカウント数を有効調査面積で割ることにより生息密度が推定されるというわけです。2019年に私自身もこの調査をやってみました。プロジェクト地域のある村からそれぞれ5キロと10キロ程度離れた場所に長さ2キロの調査路を平行に5本ずつ作りました。どちらのサイトも伐採区内にあり、ブルーダイカーの密度は比較的低いことが予想されます。調査路の伐採作業は予想以上に辛いものでした。私は3人のバカのアシスタントと一緒に森に入り、切り開く方角を方位地震で示しながら、彼らに幅 1.5 メートル分のやぶや枝をどんどん、とにかくまっすぐ切ってもらいました。しかし、このようなヤブが生い茂った場所では、時として強烈に刺すアリが大量にいて、切ったヤブをくぐった瞬間に、
突如として涙が出るほどの痛みに襲われたりしました。このような苦労をしても、伐採作業は遅々として進みません。朝から夕方までひたすら森の植生を切り裂き続け、ようやく2キロメートルの調査路を1本作り終わります。なんとか調査路を切り終えると、ようやくデータ収集を開始できます。しかし、これもまた修行のような日々です。調査中は動物が私たちに反応して逃げないよう、なるべく足音を立てないように、ゆっくりと静かに歩きます。しかし、調査路は沼地を横切っていることもあり、やはりどうしても音は立ちます。3人チームで動物を探す方向を分担しながら、なるべくたくさんのカウントを目指すのですが、動物を見つける能力の非常に高いバカたちをしても、ダイカーはほとんど姿を見せません。カメルーンの研究者や学生らと協力して、合計200キロ近くの投鎖距離を稼ぎましたが、ブルーダイカーはたった20回程度しか観察されませんでした。これでは、プリサイスな生息密度を推定できません。効率が悪すぎて、ここにはダイカーが極端に少ないのではないか、とか、やはり僕らを先に見つけて逃げてしまっているのではないか、と疑心暗鬼になってしまいます。昼のカウント調査に加えて、非常にたくさん動物が見つかるという夜のカウント調査も行ってみました。夜の森の中は本当に真っ暗ですから、ヘッドライトで辺りを照らして歩き、チームの誰かが動物を見つけた瞬間に明かりを消して、動物がいた場所を確認するという方法をとります。スリル満点でなかなか楽しい調査なのですが、時々ゴリラが寝ているところに出くわしてしまったり、頭の上を蛇が這っていたりして、肝を冷やすこともあります。夜のカウント調査は、やってみると本当にたくさんのブルーダイカーが見つかりました。なんだ、やっぱいるじゃんか、といった感じで喜ぶ一方、逆にちょっと見つかりすぎなのではという漠然とした不安が頭をよぎります。彼らは中高生なので、夜は写真のようにうずくまって寝ていますが、じっとしている彼らを鋭く見つけるバカのアシスタントらの眼力には本当に驚かされます。そして、ブルーダイカは見つけてもほとんど動かないことも多く、距離を測ったり、このように写真を撮ったりすることも難しくありませんでした。合計60キロほどの動作で100回以上のカウントに成功しました。理論としては万全の距離標本法ですが、実際に熱帯雨林のダイカ相手にやってみると、今見たようないろいろな問題点が出てきました。まず、拭い去れない観察者の影響の疑惑です。一般に、コメ化プロジェクトサイトのような狩猟が行われている地域の動物は、警戒心が高く、非常に小さな物音や痕跡から人間を察知して逃避します。昼のカウントでブルーダイカーを全く見つけられなかったのは、もしかしたら数が本当に少ないからなのかもしれませんが、逃げている影響もあるのかもしれません。そして、動物が逃げてしまっては正しい距離も測れません。普通距離標本法は、調査路上では発見率が100%であること、計測する距離は動物が反応する前のものであることを前提にしています。これらの前提条件が満たされなければ、アキュラシーが下がり、生息密度は過小推定されてしまいます。二つ目に、もしダイカーが逃げていなかったとしても、昼のカウントはちょっと効率が悪すぎます。プリサイスな推定値を得るためには、途方もない努力が必要になりますし、データを取るだけのために何ヶ月も費やしていては、定期的な調査をして増減傾向をつかむなんてことはできません。三つ目に、観察者がいない時にも、調査路がダイカーの行動に影響を与えている可能性があります。植生が密な熱帯雨林では、音を立てずにまっすぐ歩くために、どうしても最小限の調査路を切り開く必要があります。
しかし、そのように作られた道を動物が嫌がって近寄らない可能性もありますし、反対に通りやすいので、調査路の周りに集まりやすくなる可能性もあります。どちらが起きても、推定はアキュラシーの低いものになってしまいます。これらの懸念を裏付けるように、実際に私たちが取ったデータをもとに、ブルーダイカンの生息密度を推定し、昼と夜の調査で比較してみると、全く同じ調査路を用いていたにもかかわらず、推定平均の間に17倍もの非常に大きな違いが見て取れました。アフリカ熱帯雨林地域で発表されている先行研究の論文を見てみると、大抵の地域ではブルーダイカーの密度は1平方キロあたり5から35頭です。昼のカウントによる推定値はこの下限にあたります。この値はもしかしたら過小推定されているのかもしれません。しかしそれにしても夜の推定密度が高すぎです。1平方キロあたり85頭もいれば、ブッシュミートの枯渇なんてことは当面考えなくてもいいかもしれません。もちろん、この結果が正しく、過去の研究がすべて生息密度を過小推定していた、あるいは、ブルーダイカが特に少ないところだけで行われていた、ということも可能性としてないわけではありません。しかし、私はこの結果を見て、夜の調査ではブルーダイカーは調査路の脇に集まってきていて、そのせいで過大推定されているのではないかという印象を持ちました。なお、このようにダイカー類の生息密度推定値が方法によって大きく違ったものになるということは、プロジェクトメンバー研究員のウィリアム・カムゲンさんによってすでに論文として発表されています。さて、困りました。狩猟対象動物の全数調査をすることは不可能です。かといって、伝統的な距離標本法による推定は、熱帯雨林の地上に住む哺乳類を対象に行うには、非効率、あるいは不正確なようです。私たちはこれらの動物の数について、現状を把握することすらできないのでしょうか。実は、一つ目のセクションで出た疑問に対する答えも、この困惑と同じです。森林の野生動物に対して全数調査を行うことは、ほとんどの場合不可能であり、かといってアキュレートで効率的な推定方法も確立されていません。したがって、世界最大のデータベースの IUCN のレッドリストでさえ、このような大雑把な数字を載せておくしかないのです。私たちは、未だに森林動物の数を知る、確かな術を持たないのです。この暗闇に希望の光を差し込む可能性が期待されるのが、次のセクションでご紹介する、自動撮影カメラを用いた新しい方法です。4つ目のセクションでは、自動撮影カメラを用いて、熱帯雨林で野生動物の生息密度を推定するときに行われる科学の理論と実践をかなり詳しめにご説明します。ちょっと過剰だと思えるほどにプロセスの説明をすることで、一般にはブラックボックス化されているこのような作業をつまびらかにしてみたいと思います。自動撮影カメラ、あるいはカメラトラップと呼ばれる機器を用いた生態学研究は、年々増加の一途をたどり、現在では生態学の一般的なツールの一つとなっています。この写真の機器は、量産型の自動撮影カメラが普及する前の自家製の自動撮影カメラです。動物の通過を検知するセンサーにカメラのシャッターとフラッシュを接続することで、動物がセンサーを横切ると写真が撮れるようにセッティングされています。現在生態学者が用いている自動撮影カメラは、写真のように、すべての要素が一つのボディに収まり、パッケージ化されています。少しだけ、動物の自動撮影の歴史を見てみましょう。世界最初の自動撮影は、
イギリス人写真家のエドワード・マイブリッジによってなされました。彼は、走路上に糸を何本も横切らせ、それぞれの糸にカメラのシャッターをつないで、走路を走る馬が糸を切るたびに自分を撮影するような装置を作りました。こうして撮影されたホースインモーションは、馬が全速力で走るときに全ての足が地面から離れることを初めて明らかにしました。また、この写真は後の動画の発展にもつながりました。このような糸を用いた動物の自撮りによる自動撮影技術は、動物写真家の撮影スタンスを大きく変え、芸術、あるいはスポーツとして楽しまれるようになりました。例えば、ジョージ・シラスの自動撮影による動物写真群、フラッシュライトは、パリ万博で金賞を受賞しました。動物写真家の仕事、あるいは趣味の道具であった自動撮影カメラは、やがて生態学者によって、哺乳類や鳥類の分布を調べる調査器具としての性格を帯びるようになりました。写真は非常に客観性を持たせやすい動物が分布していることの確実な証拠であり、科学と相性がいいものです。さらに、狭い範囲ではありますが、24時間同じ地点でサボらず動かず、動物に危害を加えることもなく、勤勉に働き続けてくれる自動撮影カメラは、生態学研究の可能性を飛躍的に広げました。そのような発展の最も大きな潮流が、自動撮影カメラを用いた生息密度推定であると言えます。なお、自動撮影カメラの歴史については、プロジェクトメンバーの中島義弘さんらが翻訳した、カメラトラップによる野生生物調査入門の第2章に詳しく紹介されています。ここからは、自動撮影カメラによる生息密度推定の科学について、理論編と実践編に分けて見ていくことにします。最初に理論編です。ここは少しややこしい数学的な話が出てきますので、心して聞いておいてください。あるいは、興味がない方は早回しで聞き飛ばしていただいても構いません。カメラによる生息密度推定の理論をお話しするにあたって、統計学を避けて通ることはできません。統計モデルは、自動撮影カメラを密度推定の道具に変える魔術だと言えるでしょう。先にお話ししたように、この分野は最も発展が著しい分野であり、多数の統計モデルが開発されていますが、ここでは私たちが主に用いているレストモデルというものの内容を紹介します。これは、先に紹介した中島さんらがガボンでの経験をもとに開発した自動撮影カメラの動画のみを利用した動物の個体識別を必要としないモデルです。レストモデルに関しては、中島さんご自身による紹介論文が哺乳類科学誌から出版されています。まあ、統計的リテラシーは現代を生きる私たちにとって読み書きそろばんに匹敵するリテラシーだという人もいるくらいですから、少し一緒に頭をひねってみましょう。まず、ある場所にカメラを一つだけ置いたとします。そして、カメラの撮影範囲の地面の面積を S と置きます。本当はカメラは非常に狭い範囲しか撮影できないのですが、今は S は砲丸投げ競技場ぐらいの広い面積だと想定してみた方が分かりやすいかもしれません。次に、一瞬だけカメラを稼働させて、その時撮影範囲内にいたダイカーの個体数の平均 E=N を考えてみます。E というのは本来は期待値のことですが、とりあえずは平均のようなものだと考えて構いません。仮に、ダイカーの生息密度 D を知っていたとしましょう。そうすれば、密度に面積を単純にかければ個体数になるので、E=N イコール D×S となります。ここはいいですね。
さて今度は、このカメラをもう少し長い時間動かしっぱなしにします。カメラが稼働していた時間を H と置いて、この間に撮影範囲内に入ったすべてのダイカーの撮影範囲滞在時間の合計、これを累積滞在時間と呼ぶことにしますが、この累積滞在時間の期待値 E括弧 X を考えます。すると、これは個体数平均 E 括弧 N にカメラ稼働時間 H をかけたものだということがわかります。なぜなら、累積滞在時間というのは、時間 H の間に撮影された動画を、例えば1秒ごとに切り取って大量の写真に変え、それぞれの写真に写っているダイカーの個体数を全部足し合わせた値と同じになるからです。このことにより、E括弧 X イコール D かける S かける H となります。どうですか？疲れてきたでしょうか？もう少し頑張ってみてください。今度はカメラをたくさん置くという別のアプローチでカメラ一つあたりの累積滞在時間を計算してみましょう。カメラがたくさんある場合には各カメラで時間 H の間に撮影されたダイカーの個体数平均 E カッコ Y を求めることができます。また、各撮影個体の滞在時間を地道にすべて計測して滞在時間平均 E カッコ T も計算することができます。そして、ここが重要なところですが、ダイカーの滞在時間の平均E カッコ T に各カメラでの撮影個体数の平均 E カッコ Y をかければ、それはすなわち各カメラの累積滞在時間の平均、すなわち期待値になります。したがって E カッコ X イコール E カッコ Y かける E カッコ T です。ここまで来ればあと一息です。累積滞在時間の期待値を2通りの方法で求めることに成功しました。あとはこれを使って式変形することによって、生息密度 D を導く式が赤字で示したように得られます。この等式の右辺の4つの項のうち、撮影範囲 S とカメラ稼働時間 H は、調査をする時点で決めることができます。したがって、あとは撮影された動画から、ダイカーが撮影範囲に滞在した回数をカウントし、1回1回の滞在時間を計測すれば、自動撮影カメラのデータだけから生息密度を推定できます。もちろん、これはカメラではなく、例えば皆さん一人一人が森に入って、ある決められた範囲をずっと眺め続けていてもいいのですが、ダイカーは人間を見つけたら観察範囲に入るのをやめるでしょうし、走って逃げてしまうので、滞在時間は不自然なものになるでしょう。また、人間に24時間徹夜で同じところをずっと見続けていろということはできません。自動撮影カメラを使うことによって、効率的にアキュレートな生息密度がわかるはずだということが言えます。カメラ映像から生息密度を推定する理論を理解していただいたところで、実践編に移ります。レストモデルという理論がカメルーンの熱帯雨林でどのように実践され、動物たちの生息密度という数が生み出されるのか、一つ一つ順を追って体験してみます。一番初めのステップは、実は森の中ではなく、日本の研究室のパソコンの中から始まります。村の座標、川や道の経路、国立公園や伐採区の区割りなど、様々な地理情報を取り扱う GIS というシステムを使って、自動撮影カメラを設置する座標を決めます。この地図に小さな白丸で示したのがカメラの設置点です。これは2019年の年末から、2020年の4月に行った非常に大規模なカメラ調査の計画図ですが、この時点で私はプロジェクトサイトの地理は大体頭に入っていて、
地域住民の活動範囲についても大まかには想像できるという状態でした。それでプロジェクトサイトのすべての村の住民が利用する地域を完全に覆えるような形で調査域を決めました。カメラを 4km に1台、全部で210台のカメラ設置を計画し、調査域の全面積は3000平方キロメートルを超え、だいたい鳥取県と同じくらいの面積になりました。村から一番遠いカメラではだいたい直線距離で50キロほどありました。ただし各カメラの地点に行ったことがあるわけでも、調査域の全体的な地形をきちんと把握していたわけでもありません。計画が立ったらカメラ設置のために森に入ります。ここからは当然カメルーンのプロジェクトサイトでの活動になります。体力のある農耕民とバカの若者を数名雇い、大きなリュックサックにテントや食料、それからカメラを詰め、目的のカメラ地点までできるだけ車で近づきます。このリュックサックはだいたい 20kg くらいになり、それを担いで森に分け入ってもらう彼らには申し訳ないと思いつつ、森の中で読む電子書籍が入った私の iPad もこの中に忍び込ませたりしています。車でバスサイドを進み、目的のカメラ地点までできるだけ近づいたら、そこからは徒歩で進みます。この写真では、ちょうど目的のカメラ地点の方向にまだ伐採道が続いていたので、道に沿って歩いていますが、当然カメラは道の近くだけに置くわけではありませんので、道がなくなれば森へと入っていきます。森に入りました。手前に映っているのは、カウンターパートのヤウンデ第一大学大学院生のバーナウィーさんです。彼女のようにカメルーンの研究者や学生にもカメラ設置のノウハウを教え、手分けして設置していきます。この写真のように開けて見通しのいい、歩きやすいところばかりだといいのですが、カメラ地点はそういうところを恣意的に選んでいるわけではありませんので、腰まで水に浸かって、川や沼地を渡ることもあります。このように近くに住民の使う林道がない場合には、ハンディ GPS の位置情報だけを頼りに、カメラ地点に向かってただひたすら前方あるのみです。この川はさすがに深くて入れないので、天然の橋を伝って渡ります。ようやくカメラ地点に到着すると、すぐに荷物を置いてカメラの設置に取り掛かります。ここで最も大切なのは、動物が通りやすいところにわざとカメラを設置しないということです。たくさん写った方がいいじゃないかと思われるかもしれませんが、レストモデルがそれを許しません。カメラ設置点にバイアスがかかってしまうと、アキュレートな生息密度推定はできないからです。ただただ GPS のディスプレイだけを見て、到着した瞬間の場所を設置点に決めます。少し遠くから小さい木を切って持ってきてもらい、設置点の地面に突き立て、そこにワイヤーでカメラを結びつけます。次にカメラの撮影範囲を決めます。この撮影範囲はどのカメラでも同じ位置関係と面積になるよう、あらかじめ長さを測ったロープを使って正三角形になるように地面に置きます。このようにロープを置いた状態で1枚だけ動画を撮ります。このロープ動画は後で滞在時間の測定をする際に使用します。ここまでの作業が終わるとロープを回収してカメラの電源を入れっぱなしにしてその場を立ち去ります。そして4キロ先の次のカメラ地点までまた森の中を進んでいきます。非常に藪が濃いところでは1時間歩いても1キロしか前に進むことができず、日が暮れる前になんとか2つ目のカメラを置こうと、ただそれだけを考えている時もあります。危なげな橋をいくつも渡り、
秋雨が襲えば雨宿りをし、体中に小さな傷を作りながら、二つ目のカメラ地点にようやく到着です。一息ついて、そそくさとカメラの設定を始めます。カメラ地点がたまたま沼の中だったら、ここはブルーダイカーほとんど来ないだろうな、と思いながら、沼の中にロープを張るわけです。カメラとカメラの間の道すがらでは、バカが食べられるキノコを見つけて、晩ご飯のおかずにしたり、たまたま森にいたバカに出会って、ご飯を分けてもらったりすることもあります。日が暮れる前には手頃な小川を見つけてテントを張り、夕食の支度を始めます。キャンプ地に着くと、僕はだいたいヘトヘトで、すぐにテントに入って日が暮れるまで一寝入りします。調査の夕食は、沸騰させたお湯にキャッサバ粉を入れて練った餅のようなものに、トマトペーストとイワシの缶詰、玉ねぎスライスと唐辛子を混ぜて作ったソースをかけて食べます。私は普段からどちらかというとストイックな食生活をしているのですが、毎晩毎晩キャッサバ餅とトマトソースを食べていると、さすがに飽きてきます。でも、食べないと次の日歩けないので、黙々と餅を胃に入れ続けることになります。夕食を終えて深い眠りに入り、夜が明けると、また朝がやってきます。このような生活を1週間くらい続けて、だいたい15台ぐらいのカメラを置き終わると、ツアーが終わり、調査ステーションに戻ります。しばらくステーションで休んでまた森に出発です。このようなツアーを何回も続けて、ひたすらカメラを置いていきます。このように、カメラ設置のフィールド調査は、皆さんがよく想像されるであろう動物の行動観察のフィールド調査のようなものとは全く性質が異なります。はっきり言ってただの作業です。森を歩いて疲れてくると、今日は何時にキャンプ地を見つけてテントに入れるだろうと、それしか考えられなくなることもあります。この写真のような険しい斜面を何キロも登り降りする羽目に遭えば、自分は GIS でなぜあんな計画を立ててしまったのかと、本気で後悔することもあります。もちろん、楽しい瞬間がないわけではありません。こんな風にゴリラの群れにばったり会うこともあります。しかし、私たちは動物を探して歩いていませんので、当たり前ですが、動物を見つける頻度はとても低く、大抵の日はこの写真のように、ゴリラの古いベッドを見つけるのが関の山です。なんとかモチベーションを高めるために、ステーションの壁に大きな調査計画図を貼って、設置した箇所を各研究者のイニシャルで埋めていったりしました。こうしてカメラ設置が無事終わると、あとは50日経つのを待ってカメラを回収するだけです。この広域調査では調査域が広大すぎて、設置が完了するとすぐに最初に置いたカメラを回収しに行くというようなスケジュールになりましたが、カメラ回収の多くは住民アシスタントだけで行ってもらいました。私は帰ってきたカメラからデータの入った SD カードを出し、ハードディスクにコピーして、ぐしょぐしょに濡れたカメラを日陰で乾かす作業をするだけでした。ここまで進めば森での作業は終わりです。しかし、工程としてはまだ折り返し地点といったところです。ここからはタイムラプスという自動撮影カメラの映像を分析する専用の無料ソフトを使って、動画から情報を引き出していきます。まずは映像をもとに動物種の判別を行ってタグ付けしていきます。また、動物が素早く通過してしまったり、画角内の木の葉が風にそよいでセンサーが誤作動してしまったりといった原因で、何も映っていない空の映像もかなりありますから、
それらはエンプティとタグ付けします。次に、動物が撮影範囲を通過した回数のカウントと滞在時間の測定を行います。カメラを設置した最初に撮ったロープの映像から撮影範囲を強調した写真を作って、動物の映像と重ねることで撮影範囲内を通過したか、通過した場合は滞在時間は何秒だったかといった項目を記録していきます。その作業もタイムラプスを用いて手動で地道に行っていきます。この動物種の判別や撮影範囲の通過と滞在時間の記録といった作業は、近い将来人工知能によって自動化されることも十分に考えられますが、今のところは大学院生などの方々に動画アナリストとして作業していただいています。人間と一緒に働いていていいことは、苦情を言ってくれることです。私が2018年に行った最初のカメラ調査で得られた動画を、アナリストのある方に分析してもらっていると、撮影範囲の三角形が見にくくて、通過の有無や滞在時間の判定がしづらいというご意見をいただきました。そこで、次の調査では、撮影範囲を決めるロープを臨床で目立つ空色に染めてみました。また、もともとは地面から近いところに置いていたカメラを、胸の高さくらいの少し高い位置にして、取り下ろすような角度に置くことにしてみました。ロープが地面の凸凹に隠れてしまうのを避けるためです。以前の定位置カメラでは、確かに撮影範囲の線とダイカーとの遠近感がつかみにくく、滞在時間が計測しにくかったのですが、高い位置にしたカメラでは、確かに動物の足の出入りのタイミングが分かりやすくなりました。また、低い位置のカメラでは、この動画のようにブルーダイカーがカメラに反応してしまうことが時々ありましたが、高い位置にすることで、それもほとんどなくなりました。動画分析を終えて、通過個体数と滞在時間が計測された後、最後にレストモデルを無料の統計ソフト R の中で実装し、統計解析によって生息密度を推定します。推定された値を使って、このような図を描くことができます。これは、広域調査より以前の予備調査でのデータをもとにして推定したブルーダイカーの生息密度が村ごとに、また道からの距離に応じてどう変化するかを示したグラフです。青色の破線と網掛けで表示されたズーラボットアンシアン村のブルーダイカーの密度は、坑道のすぐそばでは1平方キロメートルあたり平均2頭、日常的に狩猟活動をする10キロくらいの場所では5頭
ほとんど人が訪れることのない道から25キロの場所になると25頭くらいまで増えると推定されています。また、括弧の中の数字は推定誤差を示します。この時の調査ではカメラ台数が限られていたため、比較的推定誤差が大きくなっています。このように、調査の計画から生息密度が実際に推定されるまでの工程をつぶさに見ていくと、赤色で囲った人間以外にもたくさんの要素が複雑に作用していることがわかります。そして、これら要素同士の関係は安定的なものになったとはまだ到底言えません。例えば予想外のこととしては、カメラが撮影した動画がアナリストに作用し、アナリストはフィールド研究者の助言者となって、カメラの高さやロープの色を変えさせました。また、実はカメラ動画分析ソフトのタイムラプスは、もともとは私たちの分析作業にはあまり向いていない仕様だったのですが、解析者である私がソフト開発者に要望を出し、より私たちの作業に都合のいいオプションを加えてもらうことができました。それによってタイムラプスが密度推定をするためのより強固なソフトとなったのです。さて、いよいよ最後のセクションです。このセクションでは、推定された動物の生息密度が野生動物の資源マネジメントにいかに利用できるのか、RB 比という指標を鍵としながら考えていきましょう。推定した生息密度の資源マネジメントへの活かし方として、最もストレートなのは、生息密度をそのまま指標としてマネジメントの要所要所で使っていくということでしょう。現代の科学的資源マネジメントは、図のような二重ループによる順応性を備えたシステムとして構築されることが多いのですが、このループのいくつかの場所で生息密度を使うことができるでしょう。例えば、モニタリングの対象を動物の生息密度にしたり、マネジメントの起点となる目標を密度で表明したりすることができます。あるいは、マネジメントのための対策が複数提案された場合に、それぞれの対策案の比較を生息密度への影響予測として行っても良いでしょう。ただし、生息密度を私たちのプロジェクトサイトで指標として利用するには、いくつかの問題がありそうです。一つ目に、狩猟対象の動物の生息密度を自動撮影カメラを用いて、例えば毎年など高頻度で推定するには、費用も時間もかかり、また、解析技術と統計的知識を持つ研究者が常に必要になるので、長期的に見るとあまり現実的ではありません。二つ目に、この地域の住民の多くは生息密度という概念に全く馴染みがありません。ブッシュミートは住民にとって重要な資源である以上、彼らの積極的な関わりは、マネジメントの実質的な成功に不可欠です。しかし、よくわからない指標を軸として構築されたマネジメントモデルでは、彼らの主体的な参加は望めません。したがって、より良い選択肢がもしあれば、生息密度を別の指標に変換する必要があると言えます。その指標の鍵となるのは、生息密度変化の種による違いです。左側の図で示した小型のブルーダイカは、村の近くにも低密度ながら存在し、道からの距離が遠くなるにつれ、緩やかに密度が上昇しています。一方で、右側の図で示したレッドダイカーの一種である中型のピータースダイカーは、道から15キロメートルくらいまでの範囲ではほとんど全く見つかっていません。しかし、20キロを過ぎたあたりから急激に密度が上昇しているということがわかります。この違いは、道からの距離が人間の活動、特に狩猟圧を反映していると想定すると、ダイカーの種によって、
狩猟圧の影響の大きさが違うということを反映しているのかもしれません。もしそうであれば、レッドダイカー類の数をブルーダイカーの数で割った RB 比は、狩猟圧の高さと負に相関するかもしれません。RB 比は、安岡さんらの2015年の論文で提案された BR 比の分母と分子を反対にしたものです。この論文のデータから、森の奥の狩猟圧が低いと考えられる場所での罠量ほど、ブルーダイカーに比べてレッドダイカーが多く取れ、RB 比が高くなっていたことがわかります。試しに、自動撮影カメラのデータを用いて、生息密度の RB 比を推定してみても、やはり森の奥に行くほど値は大きくなっています。この RB 比には、生息密度を指標とする場合と比べて、2つの利点があります。1つ目は、RB 比は罠量の成果から簡単に計算可能であるということです。2つ目は、森の奥ほどレッドダイカー類が多いという主観の違いは、どうやら罠量の成果を通して地域住民にも実感として理解できそうだということです。これらの利点から、住民自身によるモニタリングを計画した際には、RB 比はモニタリング指標として利用しやすいと言えるでしょう。しかし、課題もあります。最も大きな課題は、RB 比がどのような生態学的パラメーターと関係しているのかが分かっていないということです。いくら住民によるモニタリングの指標として RB 比が優れていたとしても、それだけでは科学の論理で動いている国立公園事務局などの保護行政を納得させることはできません。RB 比を用いたモニタリングが科学的に妥当だと認められるためには、この値が何か野生動物資源の状態を示す生態学的パラメーターの代替指標になるということを示す必要があります。そこで私は、RB 比は主要な狩猟対象動物のバイオマスの代替指標になるのではないかという仮説を立てました。バイオマスというのは、ある空間にある生物の全体量のことです。ここで私がブッシュミートバイオマスと名付けたものは、セクション2でご紹介した主要な狩猟対象動物4種それぞれの生息密度に、その種の体重をかけて全部足し合わせたものです。さっきの仮説は、RB 比を測ることで、その地域のブッシュミートがどれくらいの量あるのかがわかるのではという発想です。予備的な解析として、自動撮影カメラのデータから RB 比とブッシュミートバイオマスの両方を推定し、2つの平均的な相関関係を見てみると、驚くべきことに非常に綺麗な右肩上がりのグラフが描けました。したがって、RB 比は住民の資源となるブッシュミートバイオマスの良い代替指標になりそうだと言えます。具体的に言い換えるならば、罠量の成果から RB 比を計算することにより、そのあたりの森には1平方キロあたりどれくらいの量のブッシュミートがまだあるかということが推測できるということです。これが可能になれば、その年に罠量で収穫した肉の重さを計算することにより、森にある野生動物資源のうち、どれぐらいの割合を取ってきてしまったのかを把握し、来年もまた同じ場所で肉を取っていいのかという判断をするための基準とすることができるかもしれません。最後に RB 比を用いた野生動物マネジメントの草案を図にしてみました。マネージしたい目標はブッシュミートバイオマスです。しかし、これを直接知る術は存在しません。したがって、ブッシュミートバイオマスを推定するために、毎年のモニタリングでは、手間とお金のかかる自動撮影カメラではなく、罠量の成果を住民自らが集計し、RB 比を算出することで推定します。
この推定結果をもとに翌年の対策を決定します。その上で5年に一度程度は自動撮影カメラとレストモデルによってもブッシュミートバイオマスを推定し、ここまでのマネージメントが適切だったのかを判断する材料を増やします。もちろん、自動撮影カメラによる方法も正確度と精度を上げるためにさらなる改良が必要です。このように、アフリカ熱帯雨林のブッシュミート問題を解決するためには、生態学的手法と在来地的手法の垣根を越え、双方を統合することで、マネジメントシステムを動かしていく必要があるのではないでしょうか。まだまだ課題はたくさんありますが、引き続き研究を続けていきたいと思います。長い時間、ご清聴ありがとうございました。